こんにちは、たけさんです。本日はレシピの方はちょっとお休み、少し日本酒のお話にお付き合いいただきたいと思います。もちろんレシピ動画も近々アップいたします。お楽しみにしてください。本日ご紹介させていただきたいのは、幻の日本酒という方もいる長野県小布施ワイナリーさんのこちら6号酵母を使った酒エオディック、そしてこちらが1号2号酵母を使ったイリアソントン、長野県の小布施ワイナリーさんというワイナリーさんが冬の雪や寒い時期、ぶどう畑での仕事作業のできない期間、わずか数週間の間作る日本酒です。本当にごく少量ワイナリーさんが作っている日本酒ですので、幻の日本酒などとも言われています。作られているお酒のお米すべては地元長野県産の美山錦というお米を用いて、昔ながらの木元作りで純米酒のみ作られています。純米酒ですので醸造用アルコールなどの添加ももちろんありません。ワイナリーさんの作られているお酒なので、ボトル、ラベルともワインのようなおしゃれな作りになっています。少量の生産品ということで、全国の特約店のみの卸で、あまり見かけることもないかと思います。取り扱う酒屋さんでもすぐに売り切れてしまったりするようです。当店では現在2種類ありますが、通年通してあるかというとちょっとそれは分かりませんが、こちらの6号酵母の酒エロティックに関しては割合1年通してあるかと思います。今でしたら2種類の飲み比べなどもできます。1号および半号でもご提供いたします。ちなみに当店で取り扱っている日本酒は全て純米酒、冷酒はもちろん、おかんをつけて美味しいお酒もいろいろとございます。現在ですと絞りたて、新酒などもどんどん入荷しています。だいぶ寒い日も続いてきますが、ぜひ暖かい店内でお料理とともにいろいろお試しください。長野県小布施ワイナリーソカペールエフス6号酵母酒エロティック、程よい酸味とキレがあり、お米の旨味もふわりと感じ、少し辛口のお酒、しっかりとしたお味のお料理にも合うと思います。ソカペールエフスイリアソントン1号2号酵母混合、100年前にはあった1号2号酵母を使い、昔ながらの仕込みで作るため、イリアソントン100年前というネーミング、爽やかな果実香があり滑らかさも感じます。このチャンネルでは簡単美味しいお料理、おつまみレシピ、そして時々はこういった日本酒などについてのお話もしていきたいと思います。ぜひ皆さんよろしかったらチャンネル登録およびコメント、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは本日も美味しいで元気に、皆様良い一日を。